はい、こんにちは。始まりました。この配信は、渋谷のラジオの、渋谷のラジオで、毎週金曜日朝9時からやっている渋谷で読書会の番組、放送終了後に撮っているアフタートークでございます。非公式のアフタートークです。よろしくお願いします。お願いします。今日は本編に、引き続き、初戦の代表、手前さんに残っていただきました。よろしくお願いします。自分の子なんかこう、捕まってる感じですね。捕まってる。どういうことなんかこう、後ろがなんかこうね、なんか学校のなんかこう、なんかこう、反省室とか見られてる感じがしますね。CIA の拷問室ね。ちょっとね、やばい感じがしますね。二人ともなんか白いシャツ。白いシャツ。実験されてる。それで制服してんじゃないかって感じですね。はい、秋葉原神保町に、店舗があって、はい、で、あれ、グループ会社なんですか？関連書店。あ、同じ会社の中に、そうですね、書店と法輪堂があるので、高田の中に、そこ台に、まあ、法輪堂があると、ね。4店舗を、牛耳っている。牛耳っている。牛耳ってんのかな社長で、はい。見てます。おります、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本編でもね、いっぱいいろんなお話いただきましたけども、どうですかこれラジオ出てみて。いや、ちょっとなんかさっき始まる前に言ったんですけど、うん、学生の頃に放送、学生放送局みたいなのにいたから、すごい懐かしいなって思って、僕は喋る側じゃなくて、はいはい、ミキサー側にいたんだけど、はいはい、なんかすごい、なんか懐かしかったです。それはじゃあ学生の、まあ、仲間とか同級生先輩が喋る人もやる人もいて。そう。大学のほら放送局系って、まあ本当は実はなんか60年代ぐらいに学生運動でわーってできたとこの名残だから、僕ら90年代の初頭の学生だから、もう全く全然ラジオごっこなんですけど、はい、うん、もうすごい楽しかったですよ。で、作って校内でめっちゃ流すみたいな、聞きたくないでみんな流すって感じで、すごいもうな、選曲とかダダ流しにしてましたよ。へぇ、面白いな、はい、放送、すごい僕のラジオ好きだったんですけどね、なかなかこう喋るのはすごい苦手で、本当に、この5年ぐらいですよ。本当ですか？めちゃめちゃ、こう、もうすごい、こう、なんか、こう、時間も介護もしながらやってるんですか？大変なんですよね。さすが。今日は、読めなかった。久しぶり読めなかった。すみません。手前さんが想定の 1.5 倍ぐらい早く。早いですよね。早かったですね。すん早いとは思ってたんですけど。大体早口なんでね、気をつけるんですけど、ダメですね。いやいや、はい、でもマシンガントークで、多分ね、もしよく聞いていただいたと思うんで、ぜひ、ね、本編も聞いていただきたいんですけど、はい、まあ今日、初戦さんね、来ていただいたのは、今、実際に やっている企画で、よいしょ、カレーに文学を救うという、レトルトカレーと、まあ、カレーと小説、文学の融合っていうのを今やってまして、その企画、実際に予約受付中状態なんですけども。8月1日に店舗並びますからね。はい、今、冊子も手元にね、来ましたけども、これ、こういう冊子と、レトルトカレーがもうセットになった状態で、お客さんに届いて、はい、で、しかも何がすごいかというと、このカレーじゃないや、この小説、この本の文章がね、これ入ってるんですけど、この文章に出てくるカレーとか、まあ、関わるカレーが今後展開、出て、要は再現されたカレーがセットになって食べれると。そうなんです。いう、どんなね、カレーを作家さんが書くかによって、だいぶ違います、ね、大変なことになりそうな。今回試食してみてどうでした？初めて。これでこれかって、なんかこう、合わせに行くのって結構面白かったですか？あ、面白かったです。どちらも結構まあその、メインのところの軸は具体的に書いてあったじゃないですか。そうですね。で、なので、そこからじゃあ、ただあんまり細かい味付けは、小説の中で出てこなかったので、確かに。それをじゃあどう再現していくかっていうところで、なんだろうな、特に最初、小崎さんの方なんかは、まあ、結構みんなの意見が大体一致したっていうのも面白かったですよね。苦い苦いよって言ってましたもんね。いや、本当でも一からスパイスの調合からやられてるからこそ、ね、多分その特筆したそのスパイスの使い方で、ね、その味が多分、こう、尖っちゃうんだと思う。そうですよ、ね。そこをみんなで話しながら、ね、この、ここを下げてみたいな、パロメーターをやって、ね、まあ大体あって、まあもちろんその、尾崎さんが中心に、尾崎さんのカレーは自分の意見で作るんですけど。ね、不思議と、あれですよね、こう、とっちらからないのもしょうがないですから、ね、大体言ってることが同じで、大体同じ方向に向いていくんですよ、ね。で、まあ、それ面白いなって、毎回思うんですよね。で、高山さんの方は、うん、本放送でも喋りましたけど、うんうんうん、まあ、結構ほぼ一発目ぐらいで会ってたというか、そうですね、まあ、スリランカのスパイシーなカレーだったりするんで、そこまでね、まあ、変な話、こう、まあ、正解がないというか、ね、幅が広い感じで、スパイシーで、うんうんうん、まあ、ちょっとこう、
特殊な甘みというか、ココナッツ入れたりとかするじゃないですか。果物系も入れたりするものによってするじゃないですか。だからそこが反映されてて、で、高山さんもそれ面白いねっていう感じにしていただいて、いい味ですってなったんだけど、小説の方買いますみたいな話になって。あれが一番面白かったですね。いろんな方に説明するときにそのくだりが一番めちゃくちゃキャッチーで、そんなことあるんですかみたいな。いや、僕らも想定してなかったんですけど、そんなことがありますみたいな。確かに。ね、そのカレーは何度でもね、直しますみたいな話はしてて、こう出てくるなるべく再現していきたいっていう話だったんですけど、小説側のね、側がちょっと直していただくなんてことがあり得る。ね、ね、そんなことがあるんだって思いました、ね。やってみてやっぱ分かることもあるんですね。本当ですね。はい。今回ね、こういう形で可愛く、まあ、ちょっと薄い小冊子なんですけど、カレーを食べると、カレーを買うとついてくるんで、で、これ、でカレーが美味しかったら2個3個買っていただいて、そうするとこの手元に本が溜まってきますので、お友達にぜひ。ぜひそれを今度配っていただくと、はい、じゃあこれに出てきたカレーを買わなきゃいけないってその人思うので、はい、ですね。ぜひぜひやっていきたいなと思います。はい、残念でしたね、尾崎さんね。そうですね、本当にね、めちゃくちゃこう何回もリロードしながら待ってました、ね。そうなんですよ。なかなかやっぱ賞を取るのって難しいですよね。いや、難しいですね。その流れもあるし、うんうん、まあ明確な基準はそれこそないので、そうね、で、多分いろんなね、うんうん、それぞれ、よく悪いわけじゃなく、よくも悪くも、うんうんうん、それぞれのその審査員の姿勢が完全に乗るじゃないですか。うん、なるほどね。で、ただ今の審査員の人たちは、僕は結構、まあ皆さん、結構周りの人も言ってるんですけど、うんうん、信頼できる。選評とか読んでても、もちろんなんか、これ、こうじゃ上がったんだみたいなことを言う、覚えはあるけれども、ここも細かくはあるけれども、まあ、大筋、まあ、そうね、みたいな納得感はある気はしていて、まだ今回の選評バナー読んでないか分かんないですけど、過去、この数年、ただ本当ね、僕が高校生ぐらいの時の20年前ぐらいは、某都知事とかが、ね、作家だったんで、審査員やってたわけですよ。そうか。まあ、審査、都知事だった時期ではやってなかったと思います。わかんないですけど、やってて。そうするとね、もうなんかね、もう見ての通り、政治をやってる時の通り、文学でも振る舞いなわけですよ。横暴なんですよ。ね、口の聞き方とか、ね、その考え方は、そんなに人は変わらないですからね。なので、もうね、そもそも、やっぱ読んだのかなぐらいの感じで、誰が選んでんだろうみたいなことも考えちゃう。それこそ政治じゃないけど、よくない裏のことまでみんながこうメタ的に見ちゃうようなことが起こってて、なんか、この人取れないんだとか、今回のこれで取れないんだ、おかしいだろうみたいな、今までの流れだと取れるでしょみたいなことのズレが結構あった気がしたんです。確かに。だからね、そういう中で、こう、本屋大賞が出てきたりとか、あるいは個人の書店員さんが、毎年自分の賞を出すとかみたいなこともやってらっしゃるから、そういうのいいですよね、でもね。なので、そうそうそう。で、そこのカウンター回りつつ、でも逆にその多分カウンターが、それこそ確か今のおっしゃった通りで、本屋大賞とか出たことによって、多分、芥川賞、直木賞が、結構こう、またこう、均等化というか、なんか整合性を取るようになってきたような気もします、ね。バランスを取っている感じはしますね。その候補作から、もちろん5作なんで、それまでに大体どれくらいできるのかな、年間で。まあ本当に時期にもよるんでしょうけど、40、50作品、その多分対象候補ってあるんですよ。最後対象候補がある中で5に絞るので、まあ何個かはもちろんズレが、それぞれのこう、読んだ読者によって、あるとは思うんですけど、でも大まかには外れてない。全然こう、全然知らない作品なんか話題になってないのが候補になったりはしないんで。なるほどね。そこはまずなんかかなり、候補自体からの均等化というか、アクター、文芸振興協会かなんかがやられてる、選考をまずするんですけど。その辺は、なんかまあ多分他のカウンターが出たことによって出てきていいのかなって気はしますよね。なんかでもあれかもしれないですよね。なんかさっきのカレーの話じゃないですけど、こう、人がこう、まあこういう見目形で、何かをこう受け取って、こう、いいと思ったり、悪いと思ったり、何かを感じるって、多分ある程度のこう方向ってあんま変わんないのかもしれなくて、だから多分味もこう、一個の方向に修練されていくように、なんかお話も感じ方はあるかもしれないけど、結局多分今の時代を生きていて、読むと、多分こっちの方向に概ね行くんじゃないかっていうふうに、普通に行けば、実は言われたみたいに、じゃあ50あっても、実はその5作っていう方向がすごいあちこちには行かずに言っていくっていうのはのかもしれないですよね。それはあるかもしれないですね。そしたらそこに姿勢がなければ、多分おそらくみんながあそうだよねっていうふうになるものに落ち着いていくのかもしれないよね。
でも、もっと前は結構、なんかもしかしたらさ、申請があったりとか、あったんじゃないかなって、逆に疑いたくなるぐらい、今は逆にこう、なんか、落ち着いてる感じがあります。確かに。なるほど。もう反発が出た回って、逆にない、まあ、ゆえに盛り上がんなさもあんのかもしれないですけどね。そうだね。みんな落ち着いちゃって炎上、それこそ多分、まあ、炎上したくない、誰も炎上したくないじゃないですか、基本は。そうね。だから、まあ、炎上しなくないっていうね。でも、文学なんて基本炎上みたいなものだと僕は思うんですけどね。なんでそうなんみたいな問いかけも必要ですよね。確かに。なんかとね、なんかその、芸能界なんかもよくこう不倫とか、今ね、うんうん、いろんなその、反社会の話とかあるじゃないですか。うんうん、でもちろんその、クリーンになってくのはいいと思うんですけど、うんうん、文学の世界ってどっちかというとそういうものが描かれてるはずなのに、うんうんうん、なんかちょっと違うのも、なんか、結構文学世界でもみんなクリーンな感じにやっていってたりしてるのもあったりして、うんうん、なんかそこもなんか不思議だなと思いながら。そうですよね。まあまあ、こういうのは波があるんで、またどっかで読み返しがあったりするんでしょうけどね。ね、なんかあれですよね、だから本を売るときって、すごいフラ、うん、すっかりスーパーフラットに売るってなかなか難しいじゃないですか。あ、そうですね。うん。だからやっぱりある程度やっぱり選んでくる人の、うん、やっぱ考えとかも入ってくるから。でもなるべくやっぱり本当はフラットに近い方が僕はいいのかなっていう気もちょっとするんですけどね。全然細かい端っこで聞きたかったのは、うん、あの、書店さんも配本はあるんですか、うん、あ、ありますあります。じゃ基本決まった何かはこう、うん、定番みたいなものが来て、で、そこから自社に合うものは入れつつ。そうですね。まあでも、大体、こう、注文してる率が高いと思います。まあそうですよね。高いと思いますけど。なかなかあの、ラインナップを維持するっていう。一回だから、その、他の本屋さんと比べてどうなんだろうって見たことがなかったから、なるべくあの、フラットに見れるようにしてくださいって言ったら、やっぱり都市型の本屋だし、趣味の本屋だから、指定の比率もすごくやっぱり他に比べると高いし、だけど、なんかその、定番配本で、絶対置いとくとちゃんとこう、抜けなく売れるっていうものを、わざとこう、既存してるところもあったから、さあでどうした本かいな、みたいな話をしたりもしてますね。なるほど。じゃあ、ここは一回フラットの売り場を作るのか作らないのかみたいな。でもやっぱり効率考えると、まあそこは捨てといて、こっちでゴンってやった方がいいから、それでもういいじゃんみたいな話とかを、なんかしてる。トライアンドエラーさん。そうそうそう。すげえ具体的な話を。会社っぽいっす。全般的にね、本放送のそういう話を最初、数字の話。すいません。売上構成。ね、めちゃめちゃ数字の話。楽しかった。ありがとうございました。というわけで。はい、本編もぜひ来てください。はい。はい。まあ、はい。ね。両方のお店でいい店なんで来てください。ああ、ぜひぜひお店にも来ていただければと思います。ねはい、5店舗ですね。だから、ね。書店さんと、法理料理人さんの4店舗と裏山。なるね。ぜひ。ぜひ、ね。1日でもありますから。回れますか回れない。秋葉原はとかこの辺回れそうですけどね。そうですね。ちょっと世話したいですね。2日ぐらいかけて。はい。というわけで、ありがとうございました。この配信は、双子のライド、双子のライドではないですね。渋谷のラジオの渋谷で特集のアフタートークになりますので、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さよなら、いいよ。あ、そこが。